どうも、すっころことすっころべーです。それでは、僕の名前はレムなんです。皆さん、よろしくお願いします。お、乙女ちゃん、あれ、そうだね。まあそういうことになるよな。まあドクターローラーするだろう。別になんか本物だったとしてもそこまで個人的には痛手じゃないかな。なんでやねんレムナ。あなたも私も人だといいね。そうね。お、鉄はグノーシアだった。僕が言えることは何もありません。お、そうきたか。そうね、そうなんだよな。もう S 級もただこれどっち行くの、レムナンにするの、 S 級にするの、どっち。あ、そうなのね。知るか。ちょっと仲良くしようぜ。ほらほら、焦って乙女ちゃんを神に言ったね。報告報告。なんだと。俺だけ多分 S 級に出てんだよな。1日目はラキオはジナに入れた。ああ、だからバチバチなのか、ここの2人が。なるほどな。材料はないがジナかな。ジョナスがなんで俺に来てるか全くわからんねんけど。ああ、終わったようだね。ありがとう、君のおかげだよ。なんて言うと思ったかい。はっ、僕がいるんだ。勝利など当然の帰結だろ。君はせいぜい生き延びたことを喜んでおけば。もっともこんなところで消えるやつなんてもともとその程度のやつだってことだけどね。ああ、言いたいことはわかるよ。結果論だって。そうさ、所詮人間の価値など結果で測るしかないのさ。僕は生き延びて勝利した。これが結果だ。僕の価値だ。知ってたかい、僕の生まれた
グリーゼ移動船団では価値の低い人間は一山いくらの物扱いされるんだ。ああ、様々な意味でね。グリーゼでもここでも結局やることは変わらないのさ。僕は僕の価値を証明し続ける。むざむざ消されてたまるもんか。ああ、よかった。普通にジナだったか、グノーシア。ああ、一応 S 級も AC 主義者ではあったのか。なるほど。というわけで、結局すぐ終わっちゃうね、この人数だと。大勝利しまして、イベントも起きましたね。よかったよかった。というわけで、勝利で終わりました。それではまた。